西横浜駅は神奈川県横浜市西区西平沼町にある相模鉄道本線の駅である。駅番号は SO03、電報略号は2よ。1929年2月14日に厚木方から当駅まで開通した。開通当時から国鉄ほどが谷駅と結ぶ連絡線があり、この線路を経由して貨物列車の運行が行われていた。 1948年9月13日に正式に、この連絡船は免許を得て開通した。この時点での営業キロは 0.8km とされていた。貨物船は主に砂利輸送に使用されていたが、相模川の砂利資源枯渇に伴い1964年に打ち切られた。また他に、相模大塚駅や厚木駅等への貨物輸送が行われていた。 1979年10月6日付で、この貨物船は廃止となったが、廃止時点での営業キロは1.0キロメートルとなっていた。いつ改めキロが行われたかは不明である。貨物船廃止に伴い、残っていた米軍燃料輸送やセメント輸送は、千う車経機から相模線経由に輸送経路を変更された。 2002年から実施された星川天皇長官の連続立体交差事業の一環として、西横浜駅の改良も実施され、2005年6月26日から新駅舎に切り替えられた。以降、星川駅付近の留置線や鉄道業務関連施設が当駅付近へ移転してきている。島式ホーム一面2線を持つ地上駅で橋上駅舎を有する。 2005年6月26日に新たな駅舎が使用開始された。新駅舎は鉄骨造り2階建てのべ床面積596平方メートルで外壁や階段上屋の壁にガラススクリーンを採用して明るく開放的な空間を実現している。駅コンコースとホームを結ぶエスカレーターとエレベーターが各1基設置され、 オストメイト対応の多目的トイレも設置された。古墙橋両端には横浜市の負担でエレベーターが1機ずつ設けられている。駅舎は相鉄線と港内南側で並行する東日本旅客鉄道東海道本線をまたぐか同郷に直結している。なお、当駅の北側には電流線が設置されているが、これは星川駅周辺で、 連続立体交差事業が行われているため、同駅にあった電流線をすべて移設したものである。2021年3月13日現在、電流線には、平日日中に8両編成2本、土休日に8両編成2本と10両編成1本が、大白されており、平日と土休日の8両編成1本以外の列車は、大白は翌朝まで大白される。 前述の車両を含めて8両編成2本、10両編成2本がシニア大白されている。1日あたり、乗車人員の推移2019年度の1日平均乗降人員は14,831人で、ある。近年の1日平均乗降、乗車人員推移は、下記の通り。最寄りの停留所は、駅南側を走る、国道1号及び、水道道場にある、 水道道で以下の路線が横浜市交通局、神奈川中央交通、総鉄バスにより運行されている。横浜の西側にあるということから、当駅、平沼橋駅間には1957年まで小賀電線駅が存在していた。ありがとうございます。